細い髪の毛の束。私のおばが、5年前のお盆休みの時に体験した話。おばは、とある美容に関する病院で働いている。お盆の時期は、一番の稼ぎ時なので、休みを取らずに働いていた。夫と離婚し、両親と三人暮らし。しかし、両親は墓参りやないやで、 何日か家を空け、その間も母は夜に帰宅、朝に出勤といった日々を送っていた。彼女の部屋は床が畳で角には仏壇。襖の奥に彼女の母、つまり私の祖母が使用していた古めかしい勇士ある三面鏡がある完璧な和室だ。夕方は薄暗くて気味が悪い。 ある夜、おばは髪留めか何かを探していた。何の迷いもなく、三面鏡の上や引き出し屋根を見ていたりして、三面鏡の前の座椅子の蓋をパッと開けてみた。するとなんと、長い真っ黒な細い髪の毛の束が、きれいにとぐろを巻いて置いてあった。ぎょっとしてつかみ上げてみると、一メートル以上ある。 明らかに、つけ毛の類ではない。ハサミでバチッと切ったような切れ方だ。もちろん、おわも家族も、誰もここまで髪を伸ばした者はいない。一家全員くせ毛で、毛が太いので、家族の誰かであるはずはない。気味が悪くなり、即その毛をゴミ箱に放り込み、床についた。 全く眠ることができず、次の日、そのまま出勤した。帰宅し、自分の部屋で肌の手入れをしながら、なんとなくテレビをつけていた。昨晩のこともあったので、静寂はとにかく避けたかったらしい。すると、昔の日本の白黒の怪談映画が始まった。三國連太郎が主役の映画だ。 ものすごく若いなぁなんて思って見ていたらしい。内容は、妻がいるのに散々女遊びをしたあげく、結局妻の元に戻り、その間にとっくに死んでいた妻が、夫に礼となって復讐する、と言ったものだ。最後、その妻が自分の長い髪の毛で、夫を締め殺して話は終わる。なんと、 その映画のタイトルは、黒髪。昨晩の出来事と何かしら関連があるのではないか。偶然だと思いたいけど思えない。など、気が狂いそうなほど怖かった。という。家に誰もいなくて一人だった。お盆の時期だった。というのも、怖さを手伝っている。その後、両親が帰ってきてから、 例の髪の毛のことに思い当たりはないか、と聞いてみたが、さっぱりだという。親戚にも聞いてみたらしいが、皆知らない。もちろん私も。第一、祖母が使っていたのだから、その長い間、財奏一度も開けないわけがない。一体、いつ誰が髪を入れたのか。あれは、誰の髪の毛なのだろうか。